続いてのニュースです。石川県で動画投稿者として活動する桐崎英二こと高畑涼とその妹高畑舞が暴行の容疑により逮捕されました。今月2日未明に道端で暴行を受けたとして被害届が出され捜索を開始、昨日石川県内の駅にいるところを逮捕されました。高畑容疑者は酒に酔っていた、カッとなってやってしまった、無我夢中で後のことは覚えていないと供述しており容疑を認めております。外で大声が聞こえて外を見に行ったら男女2人が男1人に殴りかかってもみくちゃになってて結構怖かったですね。散歩してていきなりそんな場に直面してびっくりですよ。高畑涼、高畑舞容疑者は YouTube チャンネル桐崎英二にて動画を投稿し活動しております。彼らの自宅で家族が出演する動画が人気を集め、チャンネル登録者は300万人を超えます。人気 YouTuber の逮捕に波紋が広がっています。高畑涼です。高畑舞です。本日は友達、家族、いつも応援してくれてるファンの皆様に伝えておかなくてはいけないことがあります。簡潔にお話しすると、刑事を208条暴行致死罪の容疑で僕たち兄弟は現行犯逮捕されてました。先日の朝7時頃突然インターホンが鳴って、まだ寝ぼけてたので二度寝しようとしてたんですが、無視してたら今度はドアを強烈にノックする音が聞こえて、ただ事ではないと扉を開けたら男性3人と女性1人がいて警察官が立ってました。当然驚きましたが、玄関扉を開ける前にそんな予感がしてたんですよね。なぜなら前日に兄弟で酒飲みに行ってて外に泥酔してて夜の記憶がなかったからです。高畑涼と高畑舞に暴行容疑で家宅捜査状が出ていると告げられました。一人の男性を私たち兄弟二人でボコ殴りにしたそうで記憶はありません。父母はその時仕事でいなくて玄関の扉を開けるよう言われ、すぐ2階の兄の部屋と私の部屋にゾロゾロと警察が入ってきて、私の大切な趣味関連のものもベタベタ触れられるし、その時は警察が来たことよりもそっちの方が気がかりでした。パソコンや携帯や iPad など全部押収され、警察署に連れて行かれることに、その日友達と約束があったのですが、仕方なく警察が家に来たので行けないと LINE し、警察に今日中に帰れますかと聞きましたが、あなた次第だと。まあそんなセリフはまかり通ることなく、前は警察来た時下着姿で玄関を開けた時その姿はバッチリ見られてたんですよね。ブラジャーとパンツやったもんな。いやシャツ着とったけど。あの時どうやった？最悪って思ったよね。警察もそういうこと慣れとるかなと思ってそんなに心には残るんだけど、あの時はびっくりした。初対面でいきなり初めて会った人に下着姿なんて見したことないやろ。まあ別にビキニ着とんのと変わらんから別にいいよ。まあ夏やしな。そしてとりあえず着替えて女性警察官の見張り付きで任意同行という名の強制連行される羽目になりました。てっきりパトカーに乗せられるもんだと思っていたらクラウンやたしで乗用車やった。警察官の取り調べ室に連れてかれて取り調べを受けました。人生2回目でした。僕は前は1回目、1回目は僕公職選挙法違反で罪にはならなかったんですけども5時間監禁されたことありました。取り調べで僕たち兄弟はとにかくやってないと訴えました。そのことを説明しても被害者が俺と妹から暴行を受けたと証言したので、俺たちが犯人だと決めつけられる発言を何度もされました。警察に結局取り調べは朝から夜まで続きました。朝ごはんはもちろん昼ごはんも食べれませんでした。現在は釈放されてるんですけど、こんな話誰も長々聞いたくないと思う。そして午後7時頃逮捕状を見せつけられ逮捕されました。その時の気持ちを言えば今夢を見てるんじゃないかと、そんな感じだったと思います。あ、もう一回人生やり直したいなって気持ちになった。取り調べが終わった後警察が席を外し30代の男性に代わって、私たちの生い立ちや家族構成などいろいろ聞かれて、別の刑事がコンビニで弁当買ってきたよね。ちくわの磯辺揚げめっちゃ美味しかったよね。22年間20年間生きてきて一番美味しかったな。うん、でも泣きながらちまちま食べとったから全部涙の味したよね。ここら辺に全部入ってくるからめっちゃ塩気強かった。その後手錠をはめられ、その瞬間実家にいる家族の顔が浮かびました。ばあちゃんの顔ポーンって浮かんだ。ここら辺に自分の命よりも何百倍も家族が大事です。特に気がかりだったのはばあちゃん。もともとそんなに体は強い方ではないので、今回のことで体調を崩すことになったらと考えると全身が震えましたわ。あの日あの時に時間が戻ればいいと何度思ったか分かりません。二度と同じようなことは繰り返しません。それでも生きる。正直死ぬことも考えました。視聴者さんからの恩情を裏切るような行為はできません。僕たちは本当に逮捕されたんですけど、これは冤罪だったんですよね。確かにあの日二人で飲んどったのはあるけど、でも確かに記憶はなくなってんね。前は今年21歳になる年、俺は23歳になる年で、20歳超えとるし犯罪を犯したら実名報道されるんよ、本名出されるんよ。俺が18歳の時に選挙報道の時には何もされんだけど、今回の企画、俺たちが全国ニュースに出たら父と母はどんな反応をするのか。今日8月の16日のお盆でお父さんとお母さん実家に帰ってるんですよ。お母さんのお里に夕方には白山市のこの家に帰ってくると思うんで、リビングでくつろいでる時に俺たちの全国ニュースを流したらどういう反応するのか。それではレッツアスタートタイム。リビングに来ました。今ニュースをやってるんですけど、このままテレビつけといて流しといて家族が帰ってきたら普通にテレビ見とると思うんですけど、その最中に僕たちが遠隔で自分らのニュースに変えます。俺と前は妹の部屋に隠れるんですが、遠隔で切り替えることができるんですよ、俺たちのニュースに。これ実際のニュース動画の映像なんですけど、右上のボタンを押して KJ というものに切り替えれば
円くくり流すことができるんですよ、ニュース映像。リビングでくつろいでるときにいきなり俺らのニュースがこうやって流れる原因は絶対に驚愕するよな。いやろうね、びっくりするやろうね。石川県内兄弟 YouTuber あいつらしかおらんやんってなるよ多分。俺一回全国ニュースの夕方の J ニュースに出てるわけやしな。だからこそ2回目やからママ泡吹いてもしかしたら倒れるかもしれん。兄ちゃんなんか気違いのカエルみたいな顔してるよ。前もなんかブッサイクやろ。なんでこんなブッサイクなの採用されたの。本当に簡単にこうやって普通のテレビの映像から切り替えれるので絶対にハマると思います。小型カメラ3カ所に設置しました。お前の部屋隠れるぞタンスの中。音感が帰宅したら計画開始。次ただいま。おやしお母さんが帰ってきました。また7時の逆戻りよ。偽映像流すの。テレビあいつらがつけてからちょっと経ってから。あ、なるほど。隠れるだよ。タンスの中のまいちゃん潰れそうでミイラになりそうな。ただいま。あっちエアコンエアコン。お茶でも入れっか。タキの実家行ったけどみんな元気やったんな。みんな元気やわね。年取ったね。でもみんな、おじさんおばさんなりすぎや。そうフランスだわ。いやいや、あんたもそうやけど私もそうや。いいっすや。悪いけど私はあんたと80歳まで一緒にそういう時の気はないからね。もうすぐ出るから。今日ご先祖様にそれを報告してきたよ。墓参り行ってご先祖様にそんなこと伝えるのどうかなと思ったけど、自分の今のこの現状を伝えた方がいいやん。後でびっくりする方が嫌じゃない。俺はお前と離婚したくないよ。それは自分だけの問題で言っとるやろ。私の問題なんて考えてないの。気持ちなんて悪いね。やすし、今日一緒に墓参りは行ってきたけれど、もうあんたが悪いや。俺は詐欺のこと愛しとるんや。じゃあ私の好きなとこ5つ言って。詐欺の顔好きや。カレーライスうまい。思いやりがある。まあ体好きだな。詐欺5年間なんで夜のやつなんか探れんが。まだ元気ある。あるよ。やりたくない。やらんな。両前できんがや。いやそれ昔の話やろ。あんたに昔したのに。何言ったらん。やっとったが昼間に。じゃあやろうか。私したかんですみよ。顔に気持ち悪い。せっしようや。絶対せん。あーその顔めっちゃ知ってる。お前前さ、車の中でラブホ行こうって言ったらなんかめっちゃ照れてて。ラスベガスでルー作ったやん、MGM で。ヤスシのことは完全にサメ。何笑って聞いとるの。気持ち悪い。ごめん、気持ち悪いねんって。そんな声どういう話題。なんか気持ち悪くない。だからせんといて。テレビつけようさ。もうテレビもちょっと天気読むよ。あ、下も合わんのかな。私悪いけどあんたとは一生せんからね。ヤスシごめん。他にする相手探して。それ言う。いいよ全然。風俗言ってもいいの。全然いいよ、どうぞ言ってください。マジで。お父さんとお母さんがくつろいでしばらく経ったからニュース映像そろそろ流そう。ボタン押します。切り替えたらどうなるかな。頭おかしいくらい気違いになっちゃうんじゃない。 KJ に帰るぞ。これでテレビに出力されます。俺らのニュース映像が出力してます。計画開始だ。今リビングのテレビに流れています。そんなもんね、行けばいいけどわざわざ報告せんでいいやろ。バケ。なんでそこが嫌いって。そういうのが嫌いって。だって言うたよお前。そうやってデリカシーのないとこも嫌いね。続いてのニュースです。石川県で動画投稿者として活動する。え、これ前と言うじゃない。石崎石子と高畑亮と。はっ、なに。高畑舞が暴行の容疑により逮捕されました。暴行。今月2日にカットなってやってしまった。ふざけんな、何回目や。やっとはボイ前のやつ使ってんぞ。まったやった。これ完全に逮捕やない。電話せんまや。え、前まで出とらんねん。ちょっと亮と前ほら。何やってこれ。昨日から帰ってきてやんや。僕はもうしたら2人してね。おい、やべってこれ。何しとるな。お前話聞こえてくる。逮捕やぞお前。入らんなんぞお前。顔も出とるないね。やべえ。人生悪いやん、あの子ら。またやっとる。お前違うチャンネルでもやっとるやん。亮と前何しとるやんけ。2人揃って何しとるやん。あいつら何や暴行って。いい年して赤字すぎてええねん。いいこと悪いことぬるめつを使うってことか。何回目や、あいつ。何回目って逮捕されて初めてやばいねん。お前家まで売っとらんやん。違う、俺気持ちも出てかんな。この街に俺って。俺って、もういかんな。就職活動しとるしたけどダメや。もう逮捕したら終わりや。しかも YouTube もアウトや。ねえ、一人に向かって二人して暴行してんよ。何をしたの二人して。どっちか普通止めんか。体調悪くなってきた。気持ち悪いんだけど。どうするにんて、私ら。じゃあどこらの人生どうするな、これから。テレビ行くの見たくない。お酒飲めんのに、なんで昨日に限ってお酒飲んだん。友達と遊んどると思ったけど。友達に泊まりに行くって言って前は。亮は知らんよ。亮はそれマンション行ってると思っとったもん。前がなんかされて、それもしかしたら守ったんかもしれん。そうそうそう。じゃあ僕は何にしてんの。前に最近ストーカーとかもされとったよね。暴行しなくて正当防衛とかならんわけ。もしかして前を守るためやったら正当防衛になるんじゃないの。最近のこんないろんなこと続いとったら、ストーカーとか前がなんかされたこととか後つけられとったりとか、そんなんあったらやっぱ亮だって守りたくなったんかもしれんよ。よっぽどのことされたと思うね。警察に聞いてみるしかない。多分教えてくれんよ。でも行かんないよ絶対警察。あの選挙ポスターの時も行ったかい。めちゃくちゃ迷惑かけるぞ事務所の人。リスナーさんどうすら。まあ前科つくわな。家とか持ちとったよね。ってことはカメラマンとか記者とかが周りに来とったってことやろ。家の周りに暴行事件起こしたらダメやろいねん。一般の人でもそうやろ。誰だってそうやねん。今
今力を合わせてあの子らのこと守ってかんなんなる。あの子らのこと更生させんなんなる。親として責任果たして生きてかんな今から。りょうのこと甘やかしすぎたいね。それでも続けさせたいね。そこが甘やかしたうちらのせいかね。もう金輪際あの子から手引くか。舞とりょうのこともう見放した方がいいやんかね、あの子らのために。ダメや、さっきは腹痛めて産んだやんけ。そんなこと言うたらあかんやろ。なんか変わってきた。え、すいません、どちら様ですか。どちら様ですか。私新聞記者の木更木というものですけれども。新聞記者、何の用ですか。なんで俺の携帯にかかってくるの。息子さんがその事件を起こしたって聞いて、そういうことになったら私記者は調べる仕事があるので、安井さんの電話番号をお聞きしました。事件について正しいことをお聞きしたいという。正しいことって言いましても、私と主人が今家に帰ってきてニュースを見て初めて知ったんです。お答えするようなことはないので、ちょっとすいません、あの電話切ります。でも新聞の記事には載せますね。すいません、切ります。まあ、まさかテレビ局とかこうやろな。でも人の不幸つったミスが味つってニュースつった悪いことばっかりを載せるわけや。それで視聴率とかを取るげん。1回目じゃないによ、2回目よ、テレビまで載ったのって。あの時はね、逮捕じゃなかったよ、未遂で終わったけど、今回マジで逮捕やぞ。しかも名前まで載って顔まで持って、しかも今日で2人でやよ。こんなこと人生においてあってもいいの。暴力振るうようなね、息子と娘になったんは誰のせいや。どっちや、やすしや。俺じゃねえわよお前。私じゃないわ。おかしいやろ、俺キーナーが知っとるやん。お前やん、タンキやん。タンキでも手に出さんわ。お前ビンタしてくるやん。してる時ないわ。やるべ、リモコン投げてきたやん昔。投げたことやろ。やすしは私の太もも蹴ったんや。おお、これ当てて、当たったからな、リモコンのここカクチン。もうそんなこと言うとる場合じゃないわ。これデブ親父、デビーママ多分離婚するやん、いずれ。おう、そしたらどっちかがどっちかの子供連れてかんのよ。いくら二十歳二人でも過ぎとるかって言っても、あ、こんな前科持ちやったら囚人どっち連れてく。やすし男やし囚人寮連れてけ。私は囚人前連れてく。まあしゃあね、囚人寮連れてくわ。釈放されるまでちゃんと寮に会いに行って、私は前のとこ行くから。やすしと結婚したことが間違いやってんて。そもそもなんていや、そこからの間違いやいね。だからあんな囚人みたいな子供生まれてんの。お前自分甘く囚人っておかしいやろ。みんなに止められたって結婚するとき。その時はやすしのこと好きやったし、やすしのこと信用してみようと思って自分の人生預けたんに、やっぱみんなの言うこと聞いとけばよかった。好きになったらその人の本性って見えんくなのげんて。だから周りの意見聞いて結婚しになった。あー、なるほど、うまいこと言うな。うまいことじゃねえわ。だからこれが失敗ってんて。覚悟決めた。あの子らが更生して普通の仕事に就けるまでちゃんと見守ってこ。子供なんて親が思うような子に育つ子なんてほとんどおらんげん。それすぎやったかもしれん。やっぱ親として最後まで責任持ってまともな子に育つまでずっと一緒に見守ってこ。離婚は先延ばしね。まあ恥ずかしくてごめんもしてんにけんわ。こんな田舎の町何言われるかわからん。十分 YouTube しとることで後ろ指さされて今生きてっとるわけや、この田舎の町で。どこ引っ越す、海外でも行っか。私英語も何も喋れんがんに、言葉喋れんがんに、誰とどうやって喋ればいいの。そんなね、言葉通じんような国行って、私自分のこの気持ちを人に伝えんかったら苦しいから無理。お前英語喋れるよ。 I love ya し言うてたら、 I need you ya し言うてたら、ラスベガス行った時。でも今は必要としてないから。父母がニュース映像目撃してしばらく経って口論してるから、そのうちに前釈放されたという手で行け。俺が家におることは言うなよ。お前だけ一人釈放されたってこと言え。わかった。前科3番893番高畑舞出所しましたって言います。真面目に悲しがってお兄ちゃんだけまだ事情聴取受け取るってこと言え。わかった。それではレッツゴー。あんな子供たち2人抱えてどうやって生きてけ。あれ誰か帰ってきた。ほんとや、バタンよ。誰や、誰、誰か、りょうか。舞、舞どうした、どうやった。釈放された。釈放ってあんた何したでないね。ちょっと座るここ邪魔ねんかよ、お前。ああ、もうよくわからん。覚えてないやん。覚えてないってどういうことや。お酒飲んどって記憶なくって。あんたもお酒飲んどったんね。記憶とんなんだ。でも暴行ってしたらダメやろいね。あんたニュースまで乗っとってよ。わからんねんってやったかやってないか。お前がやってるのってめっちゃ責められたから、もう受け入れるしかなくて受け入れてしまった。なんか嫌なことされてに暴行したんじゃないの。それも覚えてないやん。覚えてないのに何で捕まるの。なんであんただけ釈放された。お兄ちゃんが主に暴力振るっとったらしい。リョウが今から釈放されたらこれからどうやって生きていくか4人でちょっと相談しんだ、ま、で一体誰なのってんて。男の人らしい。若い人、年の人。覚えてもないの。覚えてないって言っとるやん。でも記憶なかってんてば。普通殴るから腹立ったら覚えとるって。もうお前うんちしたい。ずっと警察署のトイレ汚くてうんちできんだからうんちしてくる。全国ニュース2人しかって車の中乗っとるやつ出てんぞ。出てん。しかもこの周り家の前もそうやし、この街の風景も出ていい。もしかして名前も出たん。そうやって。二十歳超えとるの。終わった。あんた戻
もう就職もダメやわ、お前結婚もできん、ちゅうかあんたらお酒ほとんど飲まんまに弱いがに、なんでそんな飲みに行ったん？だってお兄ちゃんが美味しい料理をおごってくれるって言うやん。もしかしたら相手悪いかもしれんげんよ。でも覚えてないから何とも言えんもん。でも怪我してないってことは殴られてないってことやよね。お腹が蹴られたとかそんなんないが、痛いとこないが、うん、お酒禁止。やだやだじゃない、お前それでも嫌だっていうのは飲みませんやろ普通。今日も飲むつもりで帰ってきたし。はぁ、ママだってビール好きやから気持ちわかるやろ。いやわかるよ、でもママはあんたみたいに記憶なくならんし、わけわからんことせんもん。前もこれから記憶なくならんように飲みして大丈夫やもん。普通は今こんな事件起こってあったやったらもう一生飲みませんって言って反省するのが普通じゃないの。やだ、二十歳過ぎたらしちゃうでしょ。外側に乗れ、ずっと家に乗れ、学校も行かんに、ね、ちゅうか学校もお前退学やこんなんだったら。パパどうしよう、パパのお金でもう一人の費払ってや。俺は払わん。うわもうやだ、ダメや、もうやだ、アルチューカラカラか。ママの声からこんなお酒好きになってんで。だけどママはお酒飲み方そんな汚くないもん。だからママのせいや全部。あらうるさいな、ちょもうちょっとトーン下げろ。ただ飲むね。はぁ飲まんで、まあ、いいって。アヘアヘアルコール度13度。ダメやつっとるやろ、こんなもん飲ませないんだや。あんたら仕事行っとって家に警察来たことも知らんだやろ。違うわ、墓参りに行っとったんじゃ。怖いパパこのおばさん。自分の母親に向かって何だお前。今妹父母で3人で口論してるんですけど、ニュースに出てた目撃者さんを連れてきました。はい、目撃者です。こんにちは、高つばめ大五郎です。目撃者の君が突入してって。いや分かりました、もう行っちゃいます。俺はまだ単身隠れた状態でおるから、大五郎君は突入して。その顔で反省しとると思えんわ。反省しとるって言ってる。おい誰や、誰目撃者です。なんで勝手にやってくるんですか。いやもう、お知らせしに来ました。何を。警察に来いって言われて来ました。違う、あのニュース出とった人。はい、殴ったっていう記憶が一切ないっていうね。はい、本当に殴ったのかどうなのか、あなたが見たってことでしょ。その、あ、見ました。なんでそういう喧嘩になったのか分かってます。僕がたまたま散歩してたんですよ。そういう場をいきなり目撃して、そしたらもう殴り合いになってて。別にうちの子たちだけが逮捕されるとおかしくないですか。そこははっきり見えてないんですけど、まあなんか取っ組み合いになったのは見てました。じゃあどっちもって言ったんでしょ。はい、あっちはじゃあなんで被害者になってるんですか。多分マイとお兄ちゃんが先に手出したってことやと思う。でもそれ覚えてないって言うんやろ。あなただけの目撃証言だけで捕まったってことですよ。はい、お兄さんは凶器使ってました。メリケンサックです。凶器使っとったからリオラの方が悪くなったってことや。なるほどな。なんで凶器なんて持っとったん。相当ベロベロでした。お兄さんはさっきやすしってなん言いながら殴ってましたよ。じゃあ酔っ払って私らのこと殴ってると思っとったのか。そうそう、あんたもおかしいやん。相当親に恨みあったっぽいっすよ。いや私の恨みやろあいつね。おかしいやん。私らを殴ってると思って殴ってるの。前はどんな感じでしたその時。放心状態。この子は殴ってないってことですか。殴ったみたいな。うん、そんな感じです。前もちょっと手出したんかもしれんし、でもそれも覚えてないから。とにかくあなたたちのあの兄弟はもうめちゃめちゃ異常でしたよ。本当にごめんなさい、いつも親に迷惑ばっかりかけて。それでは桐崎刑事犯罪者突入したいと思います。ドアを思いっきり閉めて登場だ。なんか音したの。ただいま。はい、よー、抜け抜け帰ってこられてな、お前ら何してんてんや。一時的に釈放された。無理よ、お前なんか言うちゃうのやめてしまえ。やっていいことと悪いことのフェイスも使うなんだよ、ボケ。ニュースにまた載ったんや。お前、そこに住めんやろな。あんたなんかや。俺もこんなことになるとワンデーで寄ったから記憶ねえんで、その晩の。そんな性格です、お酒飲むにゃ。ねえ、この子誰。目撃者です。目撃者。はい、事件の目撃者の子がなんかわからんけどわざわざ報告しに来たね、何をしたか。今から警察来るよ。その目撃者と家族全員揃えて事情聴取って。なんで普通私ら行かんなんじゃないわけ。いや、出頭してないけど今なんか諸事情でコロナ禍やからここでおらんなんて。本当に俺らの事件目撃したんかよ。目撃しましたよ、俺が散歩してる時に鳴ったんですよ。高畑直しにどこ塗ってんぞ。分かったのかいや。ダメババ、ダメに向かって貴様が捕まえてや。これ家族全員に謝罪動画撮らんの。もう YouTube なんて戻ってこれんよ。何言ったのは。マオトさんだって戻ってきたよ。じゃあもしかしたらチャンネル消さなくなることになるかもしれん。消したもいいわいや。なんでそんな YouTube にこだわっとるの。 SNS とか Twitter も全部削除しんのな。どうぞにしてください。私早くあんたの YouTube やめる日を奪っとるね。心待ちにしとる人やから。私さっき会社の社長からに電話あってるヤバかってんよ。あんたも YouTube やめる、ママも無職になる、どうやってこのうち経済的にどうすらんこのうち。親父の会社クビになった。また言われてねって。母ちゃんじゃあ無職になったん。完全にもうなると思う多分。犯罪者の息子を追ってね、しかもあんだけ YouTube 出とってやよ、社長も出とって、これ以上関わりたくないって言われて。何あんたは逆ギレしてるんが。お前だってなんで俺のこと止めんでんてや。だから前も覚えてないし。覚えてるやろよお前。覚えてるわけないやろよ。俺よりも彼女呼んでなかったやろ酒。全部前に罪なすりつけんだバーカ。お前のせいやぞこんなことになったの。あんたがしたことが人としておかしいねん。こっちはお前のせいで2回ぐらいニュース載ってるぞ。なんで俺のせいでなれないかんげんで。お前らこの息子ちゃんと育てろよ。私だって一生懸命この子を調教してきたよ。調教やわ、こんなに人間じゃないわ。そんなにこんなに育って。元あったら言えばお前が飲みに誘ったからこんなことになってんで。なんであん時にあんだけ飲んでんって意味わからんし。お前も酔い気やったやろ。いや、お前が勧めてきたからやろ。お前が勧めて
中で燃えたって記憶残すこともなかったんで、バーッ。お前が20歳になってから2人で差し合い飲んだことなかったんや。だから一回飲んでみたかって、お前といっぱい酒を。300万人行ったから、俺らにしても大丈夫みたいなスタンスでやってきとってんの、バーッ。一定のお前、ビンタすんなよ。何でも暴力か。お前、その暴力でお前犯人殴ってもらえ。違えし、お前にしか暴力振るわんわ。見て。メディケンサーク使ってたでしょ。使ってねえわいや。どこで見たんすか、もう。見とったよ。このままやって親子の家も切るからな。前まで犠牲にしやがって。うっせぇ。この子の人生どうするって。お前の巻き込むや、ボケだ。ババに縁切られても何も無謀や、冒険や。クソ男、お前なんか大嫌いや。お前何回目や、こんだけ家族傷つけたのが。もう私はここに住めるとダメよ、わかってるかいや。ねえ、お前も家族じゃない。この辺から出てけ。ああ、何は、どういう意味だこれ。冤罪でした。冤罪でした。うわ、あ、まあ、ドッキリ。どういう意味だドッキリって。ほら、あんた本当は嘘やろ。本当は逮捕されたやろ。ニュースって出しょったがいや。警察に散らられてるとこ出たいや。私たちは罪を犯していません。なんでニュースで撮ったがいね。見てください、ここにカメラがあります。どこにいね。ここあんな風にニュースで撮って何がドッキリの。絶対本物や。嘘っぱちやわ。今自分逃げるためにそうやって嘘ついてるの。どこまで本当で嘘ねんと。こちら何もしてません。悪いことするに顔に見えますか。あんたはわかるよ。でもあいつしそうや。そんなこと言っとっても今逃げるためにただ嘘やっとるだけやろ。あれ日曜日の J ニュース見とるときに流れてんよ。テレビ見とるときあのニュース普通に流れてんの。そうやね。ただうちら帰ってきて墓前から帰ってきてつけたら急にあれになってんの。おいや、もう嘘ついとるの。どうやってそんな嘘つくの。だからニュースがもう YouTube 流れとるんじゃないの。ニュースは流れてない。どうなれんのや。何や、どういう意味や。俺が遠隔で操作して流しました。どうやって作るの。俺が編集してやる。はぁ、はぁ、マイカお兄ちゃんはこのニュースが流れとるときにクローゼットに隠れて遠隔操作をしていました。あなたは一体何なん。イエーイ。え、俺も仕掛け人です。ねごめん、このうち住めんわ。住めんわ、ある意味。こんだけ騙されて、どんだけ寿命縮まってたもって。俺は騙すか。ねえ、ふざけんなやっぱり。ほっとするとこか。お前のこともうマジ信用できんわ。こんなドッキリかけていいと思ったんかいや。まあ暴力はどうかと思ってんよ。今までその暴力沙汰ってないし。これからも幸せに暮らそうね。前は絶対捕まんないよ。これが本当のことやったら私この家にも住めんし、石川県から出てかんなってんよ。仕事もなくなるとこやってんよ。お前信用できんわ。ただあんたが逮捕されてなくてよかった。自分の行動に責任持って生きてかんでんよ。ということで皆さんも家族に迷惑をかけないように夏休みを楽しみましょうね。それではいきます。冤罪ピーナッツ。冤罪やって。実は実際こんなことあったっていうのに信用ね。いや信用ところほんと嘘やって。大丈夫嘘やって言ってるやん。これそこは本当あったけど、その逮捕はされてませんでしたとかに信用ね。信。儚い風